はは。い、えー、皆さんこんこにちは、えー、今回の関して言及させていただきたいかというとね今ちょっと話題となっている問題ということでぜひ言及してくださいといただきました視聴者の方からね今回言及させていただきます。外国国から入国した後 まあ、検疫に関して前もお伝えさせていただいたんだけど、えー、その後に、ねまあとに自宅検疫ってうがあるんだけどそこのところでその自宅に行って外に出ないよって言われてるのにそれを破ってる人が結構いるということでこの件に関してぜひ研究してくださいといただきまして、ね、今回、研究させていただきます、えー。これは入国後待機ということで1日最大300人が違反ということで警告メールを送信しているという件ですね。 朝日の記事をまず読まさせていただいて、開、え、催、ー、させていただきたいと思います。政府が新型コロナ対策として、外国からの入国者に求めている位置情報の報告などをめぐり、指示に従わない人が1日最大約300人に上ることがね、えー、厚労省への取材で分かったということで、位置情報を送信しなかったりとか、待避場所の自宅などから離れたりする例が目立つ。 政府は警告メールを送るなど警備員が自宅を訪れて確認するといった対策を取ることに決めた、うん、外国から入国者には原則停止入国後14日間自宅待機を求めている移動や人との接触により感染を広げないようにするためだ厚労省によると入国後14日間の待機を行う人は現在1日当たり2万から2万4千人スマホのアプリやメールを使い自ら位置情報や健康状態を毎日報告することを求め入国人誓約書を書いてもらっている ところで、こうした毎日の報告をしない人や報告された位置が自宅などから離れている人が1日当たり約300人達しているということで政府対策本部は7日こうした入国者向けの対策強,を強化を決めた所在確認の電話に出ない人には誓約書に違反していることを理由に氏名公表の可能性がある旨の警告メールを送るまた委託業者や待機場所の委託などを訪れて取材を確認するというただ、誓約,約書に違反してもね 懲役や罰罰金ななどの罰則を課することはできない厚労省関係者は移動,、えー、動の自由が憲法で保障されてい罰則を思い切るのは難しいと話すということなんだけどまずこの件に関してです、ね、思うのはね前のこの件に関してはあの前々から、えー、外国から入国に関しては、ね、伝えさせていただいているんだけど、あのー、今はねこれ今自宅検疫14日間になっているんだけど今は あの入国後にホテルに、まあ強制的に3日間,、ね3日と3日間こう、空港で、えー、抗原検査を受けてね、ねで、えー、問題なければホテルにということで、あ問題があればもちろんね、あのー、病院かで行くんだけど、で、抗原検査で問題なければホテルっていうことホテル3日間、でその中で PCR 検査を受けて、問題なければもう,もう出れると。で そこからまた、えーと、それが2週間なのかな、えー、自宅検疫が求められるということで、前にこの誓約書ね、海外から入国、帰ってきた日本人のね、記者にもらったやつで、誓約書っていうのを出させていただいたので、ぜひ見ていただければと思うんだけど、まあ、それに書かれてますね、それに、まあ、あの署名してですね、ということで、誓約、これを守りますっていうね、例えば位置情報とか、健康状態を毎日報告するっていうね。 でこれを結局やらない人がね、1年たり最大300人ほどいるということで、これは問題になっています、えー。海外から入国ということで、日本人はも,もちろんいます。日本海外から帰国する人々ね、留学とかね、えー、もしくは出張で行ってる人もいますし、あとは、えー、駐在で入れ替わりで帰ってくる、気にする人もいます、えー。他にも海外在住者なんかもね、いてということでいるんだけど、 えそれ以外の外国人も結構いてね、外国人労働者ね、もしくは外国人の出張者もえいるわけであって、そういった人々がということで、結局守ってないということでね、外国人が多いかなって感じがするんだけどね、で、それってやっぱり問題だと思うんですね。で、ここで何があるかっていうと、結局罰則やね、懲役刑を科されることはないので、別に問題ないでしょうって、誓約書を破ったって、この書いてあるの破ったって、問題ないという心があるんですね。 なので、えー、これはやっぱりより一層の罰則をもう、ねえー、厳しくしている厳罰化がやっぱ求められるのかなって感じはしますね。まあ、これに関しては法改正が必要です。まずそもそもこの自宅検疫じゃなくてね、まあ、あの3日間だけじゃなくて14日間の強制隔離にするように特措法を改正していくってことがねやっぱり必要だと思うんですね。いくら日本でこの感染が防げていたとしても、 日本人が頑張ってやったとしたって結局は外交から入ってきてねで、まあ、一部1割ぐらいの方はね関係なく行動していたりするからそういったところで感染がどんどん広まってしまうわけだからねそれを考えたらやっぱり特措法はやっぱ改正して、えー、年草もできないような国ですから、えー、しっかりとやっぱり感染者を落とすために、えー、貿易の観点ね疫病を防ぐということで防疫の観点から えー、私は、えー、そこのところを、えー、強制隔離という形で重要隔離をやるというのはね他の国はやってますから、えー、重要じゃないのかなという感じはしますね、そうしないとやっぱり防いでいけれないんですね、だからそこら辺に関しては、まあ、より一層やっぱり法律、まあね、憲法というのは、ね、改正して、現行法改正していくというのは重要じゃないのかなと思うところではあります、えー。ということで、今回気になる問題ということで、えー、言及させていただきました。 日本、に気にした方とかいろいろ聞くと、日本、甘いって言ってましたね、その意味では、そういうこういうところでね、今出てて、結局、違反、罰則もないわけだから、より一層、ね、厳しくした方がいいという話を聞きますので、ここのところはより一層厳しい対応が求められるのかなって感じがします。